ルート11は大阪府岸和田市をホームタウンとして活動する社会人サッカークラブである。1991年に何和高校サッカー部 OB によって創設、そのため現在でも何和高校出身者が多く所属している。2012年に現監督の道後の両が監督に就任してからチーム力が次第に強化されていくと2015年に 初の大阪府社会人、サッカーリーグ一部昇格を果たす。2016年は、全国クラブチームサッカー選手権大会に、初出場し、決勝に進出。結果は、岩木 FC に0の9と大敗を喫したが、初出場ながら、準優勝という好成績を残した。リーグ戦では序盤こそ調子よく三勝に分け2敗と、勝ち越していたが、中盤から調子を一気に落とし、 第8節の北節ユナイテッド戦での6-4での勝利以来勝利から見放され、さらには第9節の大阪コリアム FC 戦の引き分けを最後に5連敗し順位もずるずると後退。ついには大阪府社会人、サッカーリーグ2部降格圏の13位まで順位を落とし、そのままシーズン終了。2部降格となった。2017年は元ガイナーレ鳥取の石林成人。 大阪コリアン FC から朝と孝一らの補強が走行し、2部 A ブロックを発勝いっぱいの無敗優勝。1年での一部復帰を達成すると、2018年は東京都社会人、サッカーリーグ2部所属の武蔵の FC から山本、長期が2年ぶりに復帰し、FC 大阪から刈谷聖也らが加入。一部復帰初年度で3位に躍進した。ありがとうございます。